越後府。越後府は、1868年、慶応4年及び1869年、明治2年に、越後国内の幕府領、旗本領を管轄するために、明治政府によって設置された府。管轄地域は、時期によって異なるが、現在の新潟県全域に及ぶ。本校では、前身の新潟裁判所、後進の新潟府、新潟県、第1次。 新潟県についても記す。現在の新潟県は、幕末に幕府直轄領、天領となり、安政条約で開港上に指定された新潟町を抱え、また母親戦争で新政府軍に抵抗した長岡藩、藍津藩、桑名藩などが領地を持ち、主戦場の一つとなったことから、その成立までの経過は、他の府県に比べても非常に複雑なものであった。 1868年、慶応4年、新政府は、新潟奉行所に代わるものとして、新潟裁判所を設置した。裁判所の長官である総督には、当時新政府軍の北陸道戦法副総督権、陳部主であった、市条隆兵が任命されたが、市条の肩書に、明らかなようにこの時点で、越後国内の多くは新政府軍の昭和区下には、入っておらず、 市場自身も江戸に退陣していた。したがって現地には裁判所の庁舎や組織があるわけでもなく、新潟裁判所及び同総督とは実際には名目的なものに過ぎなかった。なお、市場は新潟裁判所総督と同時に北陸道陳部副総督に任命されている。新潟裁判所は同年5月23日に廃止され、代わって越後府。 第一次は設置された。従前の新潟裁判所の管轄地域に加えて、水原、原阿賀野市、出雲崎、原出雲崎町、河浦、原城越市三枠の拡大管が支配した、越後国内の旧幕府直轄地も管轄するものとされた。中心都市による新潟府ではなく、国名によって越後府と称したのは、このことによると考えられる。知事の任命はなく、 それまでの新潟裁判所総裁権、北陸道沈部副総督であった、市条隆平が引き続きその職務を代行した。府の臨時的な時間である、県藩寺には、福井藩市の南部彦助、津和の藩市の渡辺駅上門、鳥取藩市の宮原つもるらが任命された。この間に新政府軍は、越後国南部の上越地方、首引軍を昭和区下に置き、越後府、 第一次は当初、市条の退陣する高田、玄城越氏に、その組織を置いて掌握した地域の治安維持や民生に、当たった。実際には、市条が副総督を兼ねていた、軍政機関としての総督府と一体化して、活動したと考えられている。新政府軍の掌握地域の拡大に伴い、6月1日に、知事代行の市条は新たに支配下に入った柏崎に、出張し、 直ちに南部県藩寺らを柏崎において、狩羽群、魚沼郡の旧幕府領や桑名藩、藍津藩領の人身掌握を当たらせた。南部県藩寺らの柏崎移転をもって、越後府、第一次が柏崎に移転したと理解することもある。7月27日、柏崎県、第一次が設置され、8月5日に、その管轄区域が、越後国南藩の首引き軍、 狩輪郡魚沼郡内の旧幕府直轄地及び新政府の没収地などとされた。これにより、越後府第一次の管轄地域は、越後国北藩の三島郡越シ郡、カン郡、岩泉郡となった。ただし、当初両府県の知事人事に混乱があり、相互の管轄分担も不明確であって、事実上柏崎県第一次は、越後府、 第一次の管轄下にあったとも言われる。7月29日に新政府軍が長岡城や新潟町を占領。8月には越後全域が新政府軍の支配下に入って、この地域における母親戦争、北越戦争は終結した。9月21日に越後府第一次は新潟府に解消された。柏崎県第一次の設置により、 府の管轄区域が、越後北藩の四軍に限られるとともに、11月19日の新潟開港を控えて、府庁を新潟庁において内政と外交を一括して掌握する方針が定められたことによるものと考えられている。ただし、解消後も新潟府と越後府は混同して用いられ、現地では越後府の名称の方が一般的であったらしい。11月2日、 柏崎で、新潟府、旧第一次越後府知事であった、市場隆平と柏崎県、第一次知事、小金これまろとの間の事務引き継ぎが完了して、柏崎県、第一次が実質的に分離し、11月7日、市場と共に、新潟府の本庁は、長岡に移転した。この間の越後、佐渡両国に対する政府の方針は、一定せず、 10月28日には、史上新潟府知事を罷免して、当時総督府本営参謀として、柴田に滞在していた、西園寺金持を新たな知事に任命した。11月5日には、小川の柏崎県知事を罷免、同県を廃して、新潟府へ合併すること、また、佐渡県知事、井上薫も新潟府の当分管轄とする二つが行われている。 このような政府の方針に対して、現地では反発が強く、柏崎県第一次の廃止については、翌1869年、明治2年2月22日に同様の二つが出されていることから、実際には廃止が実行されず存続していたと考えられている。また、府知事に任命された西恩寺や道府藩寺、次下に任命された前原一世らも、 新潟へ赴任せず、新潟に、府の本庁が開かれることはなかった。混乱は、前原とは別に判事に任命された、楠田中佐衛門の、秀代が新潟に着任する同年1月16日まで、続き、同日ようやく新潟に本庁が開かれるに至った。ところがそれから間もない1月20日未明、品濃川の分水問題をめぐる騒動が、新潟町で発生し、関や掘割騒動、 他の管轄地域から孤立した新潟町で、越後全域の直轄地を支配することは困難であると、不認識を政府が持つようになった。そこで、政府は、新潟府を存続したまま、これとは別に同年2月8日、越後国内の直轄地の統一的支配を目的に、再度越後府第二次を設置して、府庁を水原の旧幕府大肝人屋に置いた。 知事には新政府軍の合津政党越後口総督府参謀であった三部元大佐が任命された。2月22日には柏崎県第一次の廃止、合併が再度二つされ、佐渡県を越後府第二次が当分管轄することが改めて二つされた。同日、新潟府は新潟県第一次と解消され、管轄地を新潟町に限定し、 その調整と外交上における外交のみを干渉するものとされた。こうして、越後、佐渡両国の政府直轄地を管轄する越後府、第二次と、新潟調整及び外交を管轄する新潟県、第一次とが並立する体制となったが、このような内政と外交の分離政策には反対の意見も強かった。また、外交上重利司法とされた。 外国人遊歩区域が新潟町に限定された新潟県第一次の管轄区域を超えることに対して、負の管轄区域の拡大と機能強化を訴えていた現地の役人も批判的であった。さらに、越後前域と新潟町を統一して統治するべきであるというものの、間にも本町を新潟町に置くべきか、水原神社の本町に統合すべきかで意見の対立があった。 こうした中で、政府は、内政と外交の統一案を受け入れて、7月27日、越後府第2次と新潟県第1次を廃止して、両府県を統合した水原県を設置した。水原県は、柏崎県第2次の分割を経て、1870年、明治3年に、新潟町に本町を移転して、新潟県第2次となり、現在に至る。 なお、越後府、第二次知事の身分も等差は引き続き、水原県知事を務め。神原郡の残部は、村上藩、黒川藩、三日市藩、柴田藩、村松藩に移管され、管轄地域の変遷は錯綜している。ただし、高崎藩領45村のうち上記に村以外は、高崎藩のまま。藍津藩領221村のうち70村は、若松県に移管。 柏崎県第一次編入前の管轄地域、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。